モスクワのレニングラーツキー駅サンクトペテルブルクのモスコーフスキー駅モスクワサンクトペテルブルク鉄道はロシアの2大都市サンクトペテルブルクとモスクワとを結ぶ鉄道で全長は6 4 9 7トル。1842年に建設を始め1851年に完成している。当時は両都市を結ぶ道路がニコライフスキー道路と呼ばれていたので この道路もその沿線のニコライフスキー鉄道と呼ばれていた。現在はロシア鉄道公開株式会社10月鉄道支社が運営、管理している。モスクワのレニングラーツキー駅を出発し、途中駅はクリム、トベリ、リホスラブリ、ブイシニーボロチョーク、ボロゴエ、マーラやビシラ、シドボなどがあり、サンクトペテルブルクのモスコーフスキー駅で終着となる。普通列車以外に、 多くの急行列車が運行されている。いくつかの直行特急列車を挙げると、フィンランド、エストニアなど、北方の近隣諸国への国際列車はこの路線を経由する。特急寝台列車は以前、クラースナやストレーラーだけであったが、現在はこれも入れて3編成ある。2009年に高速列車、サプ3の営業運転が始まり、従来の急行や普通は、 減便や廃止されたものがある。ありがとうございます。